孔雀の木について国枝志郎最近読んだ内外の作で最も感銘の深かったのは小堺富牧師翻訳のチェスタートンの「孔雀の木」です探偵小説としての筋立てから言っても非常に新鮮ではないにしても一流の作に属すべきもので最後の殿様ベーンの出現や医師ブラウンが真犯人でないなど いや一切この事件に犯罪がなかったということなどは最後のカーテンの下ろされるまでどんな読者でも考えられなかったでしょう。いうところの眼痘返しが用いられているが眼頭返しのための眼痘返しでなくて眼頭返しをすることによって人生的ないし社会的の意味を裏付け強調した点などはもって反とすべきでしょう。 現れてくる人間がみんな哲学者だということなども、チェスタートンの桜らしく、はだ愉快と言うべきでしょう。つまり作者は登場人物をして、作者自身の思想なるものを代弁させているようです。もう一つ、この作での特色は、その人間の表し方が対照的であるということです。地主に対する小作人、詩人に対する批評家、 迷信者者に対する科学者等実に巧みにできております。往々、この種の作品は、こしらえ者としての欠点を暴露するものでありますが、これにはそれが見られません。そうして、この作は、温かくさえあります。ガ蓄を持った無数の景区を縦横に駆致している点は、チェスタートンとしては上等ではあるが、しかし、やはりすこぶる愉快で、 時々案を打たせられます交際派の絵でも見るように人物風景がくっきりと陰影を持って表されているのはチェスタートンの描写の筆の優秀であることを思わせられます詩人と礼状との恋愛を省き出し抜けに結婚を持ち出してきたのはつむじ曲がりのチェスタートンらしく私にはひどく愉快でしたが 恋愛好きの読者にはあるいは不満かもしれませんフランスの作家にでも書かせたらあるいは2人の恋愛描写に全力を注いだかもしれません探偵小説というようなものも単なる思いつきやトリックばかりに終始していたのではダメだということや作者が思想家でないことには良い探偵小説はできないということをこのチェスタートンの苦弱の木は証拠立てているようです 探偵小説の作中へ思想室を織り込んでも十分面白いということや探偵小説が芸術化されてもまた一義を目指しても決して興味を失わないばかりか一層面白いということなどもこの作は証拠立てているようですしかしあるいはこの作をも死の爆弾を非難した人たちは同じように非議するかもしれません面白おかしいものばかりが 大衆ものの目的ではありません。だが、大衆はどういう作を要求しているかということは知る必要がありましょう。その大衆の要求に投じ、面白おかしく読ませることによって、大衆物へ食いつかせ、面白おかしく読ませているうちに、作者の思想を読者に伝え、もって味方とし、同志とする。こうでなければならないはずです。そうして、 チェスタートンの苦弱の木は、それにぴったり当てはまったものだと、少なくも私には思われます。小坂井不牧師の薬室が流霊であるというようなことは、もう言うまでもありますまい。